田千、200人のレディース鉄砲隊を率いた森永吉の鬼嫁。歴史の細道、案内人の沙織です。今回ご紹介するのは池田千という女性。この方、泣く子も黙る鬼武蔵、森永吉の正室にしてスナイパーだったと伝わる強烈なお姫様なんです。そんなお家の子には生まれたくない、夫婦喧嘩で気軽に流血しそうなんて声が聞こえてきそうですが、意外にも夫婦仲はすこぶる良かったようで、ここでは長吉の隠された一面とともに池田千の生涯についてお話ししたいと思います。鬼武蔵の鬼嫁。池田千の父親は織田信長の父兄弟池田恒興。少年は分かっていませんが、天正3年1575年に信長の最強激ヤバ家臣森永吉に嫁いでいますから、永禄年間前半1560年前後の生まれと思われます。森永吉は言わずと知れた森蘭丸たちのお兄さん。やたらと気性の荒いトラブルメーカー兼ナチュラルボーンキラーだったことで有名です。愛用の槍、人間無骨をぶん回し、味方の門番から敵の一騎勢まで行く手を塞ぐ者は誰彼構わず突き伏せたといい、あまりの暴れっぷりに信長も笑っちゃうくらいの人でした。そんな長吉に信長が嫁にどうだと勧めた女性が池田千でした。信長は秀吉の妻尾根の度量を気に入っていて、あのハゲネズミにはもったいないくらいの嫁だと評していたと言いますから、家臣の妻女についても関心を持っていたのでしょう。それに恒興の娘なら姪っ子くらいの感覚だったはずです。千なら長吉を御せるんじゃないかとお眼鏡にかなったというわけで、千の気性も相当なものだったと容易に想像できます。女ばかり200人からなる鉄砲隊を率いて、父に従って戦闘に参加していたという烈女千。夫長吉からの遺言状が残っているのですが、その文章が敬語を用い格式にのっとった丁寧なものであることからも、彼女の家中での地位権限が長吉と対等に近いものだったことが分かっています。どうやらさすがの長吉も奥さんには頭が上がらなかったようですね。戦国女性は強かった。ところで戦国時代において女性の鉄砲隊はさほど珍しくはなかったようです。鉄砲は弓や刀、槍などとは異なり、重さと扱い方、発砲時の反動や衝撃の逃し方などに慣れてしまえば、腕っぷしの強い男性兵士と変わらない戦果を上げることができるため、女性も兵士として登用されたのでした。伊達政宗の正室三春御前女御姫も鉄砲衆を采配したと言われていますし、ちょっと話はそれますが、千の妹天球院は大薙刀の使い手にして怪力無双の女傑だったと伝わります。千は籠城戦を戦ったという話こそ残っていませんが、自ら戦場に赴いて合戦に参加したと伝わっています。戦国の女性たちは本多忠勝をして、女は血を見慣れているから戦場でもひるまず男より勇ましいと言わせているほど勇猛だったようです。千の鉄砲隊のレディースたちも一丁の重さが約4から5キロあったと言われる当時の鉄砲を扱うのですから、なかなかに屈強な女性たちの集団だったと言えますよね。まあ現代のお母さんたちもぐずる子供を抱っこして買い物袋を下げ、荷物でパンパンのマザーズバッグを肩にかけ、なんならベビーカーも押してとたくましいですから、いつの世も男が思う以上に女は強かったということでしょうか。レディース鉄砲隊の真偽。天正10年1582年6月の山崎の合戦では、父恒興のもとに馳せ参じ、年末には賤ヶ岳の戦いの前哨戦となる岐阜城攻めにおいて兄池田元助に従って着陣。
岐阜城攻めでは織田信孝のこもる岐阜城へ鉄砲を打ちかけ、池田隊を援護しましたとご紹介しておいてあれなのですが、これらの線の鉄砲隊の伝承、真偽は定かではありません。というのも、本能寺の変が起きた当時、森長吉は信濃海津城を所領として越後に攻め入っていたのです。正室である線も信濃にいたと考えるのが自然ですよね。その後、長吉は信濃の国衆の人質を盾にしつつ、6月24日に美濃金山城に帰還していますから、線が山崎に参陣したというのは眉唾物です。また線が岐阜城攻めで狙撃したのが織田信勝だったという記述がネット上では多く見受けられますが、戦後岐阜城には元助が城主として入っていますし、状況から考えてこれは明らかに誤伝でしょう。この話の出所とされている美濃の国初級記にも線の鉄砲隊についての記述は見つかりません。一万石の女領主。ただ東大記巻2伏見不審の役の長の項に池田線一万石という記述があり、千が大名並みの領主としての扱いを受けていたことは確かなのです。つまり少なくとも一万石に見合うだけの何かしらの選考があったということでしょう。千の稚魚一万石については荒木村重が最後に立てこもり、父常興が攻め落とした花熊城だったのではないかとする説が一般的です。しかしながら花熊城は兵庫城築城に際して廃城となり、常興も天正11年1583年には大垣へ転封となっていますから、これはちょっとありえないと思います。その後の経緯と合わせて考えると、岐阜に分地があったとする方が自然かなと思うのですが、情報ご意見をお持ちの方がいましたらぜひご教示ください。ところで千の鉄砲隊が200人として鉄砲1丁っておいくらだったの？とちょっと気になったので調べてみました。伝来当時の種子島が1丁2000金約6000万円だったそうですが、信長の時代になると国産量産化されていて、ぐっと求めやすい価格にはなっていたようです。とはいえ1丁が約10石60万円程度だったそうで、単純計算で200兆イコール初期投資だけで1億2000万円になります。千の稚魚分だけで賄うのは多分無理ですよね。戦国ファンとしては鬼武蔵森永吉と鬼嫁スナイパー千の共闘を妄想したくなるところですが、そういった記述伝承は残念ながら見つかっていません。ですから千の鉄砲隊は実家の池田家に所属する部隊だったと考えた方が良さそうです。長吉長久手に死す。千にとって長吉は荒くれ者ではあるけれど、実家の父を立ててくれる家族思いのいい夫でした。それは長吉の父となった小牧長久手の戦いの記録からも読み取れます。天正12年1584年3月羽柴秀吉と織田信勝の対立が激化し、池田恒興は秀吉方に味方し、長吉もこれに従っています。4月に入り中入りと呼ばれる作戦を共闘した恒興と長吉は丹羽氏重の守る岩崎城を落としました。恒興元助親子と長吉は岩崎城内で戦勝を祝い朝食をとっていましたが、そこに羽柴秀次隊改装の方が入ります。さらに徳川家康自らが率いる軍勢によって堀秀政との連携が断たれたことを知った3名、もはや決戦は避けられません。この時長吉が線に当てて書いたのが前述の遺言状でした。そこには残される母と弟を秀吉に託すこと、家宝の茶器を秀吉に譲ること、金山城を手放すことなど、荒くれ者らしからぬ細やかな配慮がしたためられています。そして千自身に対してはすぐに実家のある大垣へ帰ること、
娘は武家に嫁がせないように、できれば町医者に嫁がせてほしいと。これらのことを大名宛ての書状同様の形式で丁寧に書き残すと、長吉は死に装束代わりの白い陣羽織をまとい、楽府、義兄と共に出陣。三人は激戦の末に壮絶な討ち死にを遂げました。夫、父、兄を同時に失った千は、この知らせを受けて激しく嘆き悲しんだといいます。中村和氏と再婚。長吉には男子がいなかったため、千はやむなく遺言に従わず、14歳だった長吉の弟、千千代を元服させて、森の家督を相続しました。戦後処理を済ませた千は森家を出て、これまた猛将として有名な中村和氏に嫁ぎ、嫡男、和忠を産んでいます。この縁組はおそらくは秀吉の計らいだったのでしょう。中村和氏は岸和田において最下衆との戦いに従事していましたから、スナイパー女子千にとっては最適の再婚相手だったと言えますね。ただ再婚して以来、千が鉄砲隊を率いて出陣したという話は伝わっていません。千は慶長4年1599年7月に30代後半で死去。夫和氏の死のちょうど1年前のことでした。まとめ。戦国の長寿、織田信長の父兄弟、池田恒興の娘として生まれ、信長の最強家臣、森長吉に嫁いだ池田千。一説には200人の女鉄砲隊を率いて、父恒興と共に合戦に参加したと言われる烈女でした。長吉と夫婦共闘したという胸熱の伝説は残念ながらないものの、鬼武蔵と恐れられた長吉最愛の鬼嫁だったようで、遺言状からもその様子がうかがえます。千は小牧長久手の戦いで長吉と恒興、元助を一度に失うという悲劇に見舞われましたが、その後中村和氏に再化して嫡男を産みました。自身の所領として1万石を有し、大名並みの扱いを受けた千は、池田家、森家、中村家をつなぐ頼りがいのあるお方様でした。後に中村家が改易となった時にも、多くの家臣がすでに亡くなっていた千の実家、池田家や森家を頼り、仕官したといいます。女鉄砲隊の真偽はともかく、千が才覚に優れた勇敢な女性だったことは間違いないでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。また、よろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。